かなかやるじゃねえか。七光って言葉は撤回してやるぜ。一つお聞きしますが、先ほどの攻防のどこに発言を撤回するほどの要素があったのですか？余裕こいてんじゃねえぞ。さっきのが俺の本気だと思ったら大間違いだ。そうでしょうね、あの程度では。言ってくれるじゃねえか。俺のメガフレアを受けてまた立っていられるとはな。メガフレア、何を言ってるんだ。さっきのはただのフレアではないか。フレアをメガフレアと詐称しているということか。嬉しいね、本気を出せる相手は久々だ。そのように格好をつけても滑稽なだけですよ。お気持ちは理解できますがね。私にもかつてそういう時期がありました。波及魔法に恥ずかしい技名をつけたり、もったいぶって発動したり。しかしあまりにも大きな嘘はわびしいだけです。スペーサー式ギガフレアをあっさり完封だと。は？先ほどの魔法は単なるフレアの連続発動でしょ。ギガフレアなどではありません。魔法の創造者に対する侮辱と言えます。エラルドさん、ご存じないようなので教えて差し上げましょう。本物のギガフレアというもの。ご理解いただけましたか？今のが本物のギガフレアです。お間違いのなきよう。